アーロン・ジェームズ・ラムジーは、ウェールズ・ケア・フィル出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポジションは MF。ウェールズ代表。ニックネームはランボー。カーディフシティ FC のユース出身。2006から2007シーズンのホーム最終戦でわずか数分間ながらトップチームデビューを果たす。 16歳と124日という年齢は、クラブ史上最も若いデビューであった。6月には100万ポンド以上の獲得オファーが来るも、クラブはこれを拒否。さらに、エバートン FC からは100万ポンド活躍次第で20万ポンドの上乗せという条件のオファーも寄せられたがクラブは、やはりこれも拒否した。2007年12月、初めてのプロ契約を結ぶ。 プロとしての初試合は2008年1月5日の FA カップの試合だった。この試合でラムジーはヘディングでプロ初得点を決めている。結局、このシーズンは FA カップ決勝を含むトータル22試合に出場した。マンチェスターユナイテッドがカーディフとラムジーに関する遺跡について遺跡金500万ポンドでクラブ間合意に至るとアーセナル FC や エバートンもそれに続いた。最終的には、アーセナルのアーセン・ベンゲル監督が、休暇返上で本人の元に訪問したことも、決め手となり、アーセナル移籍を選択した。2008年6月13日に移籍が完了。アーセナルを選んだ理由は、若手が多くの出場機会を与えてもらえるから、と語った。2008年8月13日のチャンピオンズリーグ予選。 FC2 エンテ戦で、アーセナル FC での初出場を記録すると、9月13日の、ブラックバーン・ローバーツ FC 戦で、途中出場し、プレミアリーグデビュー。9月21日のチャンピオンズリーググループリーグの、フェネルバフチェンス系戦では後半ロスタイムに、移籍後初得点を挙げた。ラムジーはこのゴールで、チャンピオンズリーグ史上5番目に若い得点者となり、また、 史上2番目の1990年代生まれの得点者となった。2009年1月、アーセナルとの契約を延長した。2008から09シーズンではリーグ戦で9試合に出場した。2009年8月22日のポーツマス FC 戦でプレミアリーグ初得点を記録。11月11日にはウェールズ年間最優秀若手選手賞を受賞した。 2010年2月27日のアウェーでのストークシティ FC 戦でライアンショークロスのタックルにより右足を負傷。ショークロスは一発退場となり、ラムジーは全治6から8ヶ月の重傷であると診断された。2009から10シーズンではリーグ戦で18試合に出場3ゴール3アシストを記録した。2010年11月25日から、 フットボールリーグチャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC に3ヶ月間レンタル移籍。2011年1月1ヶ月の短期レンタルでカーディフシティ FC へ復帰。2010から11シーズンではプレミアリーグで7試合に出場し1ゴールを記録。フットボールリーグチャンピオンシップでは8試合に出場、1ゴール、1アシストを記録した。 2011から12シーズンではリーグ戦で34試合に出場2ゴール4アシストを記録した。2012から13シーズンではリーグ戦で36試合に出場1ゴール2アシストを記録した。2013から14シーズンではリーグ戦で23試合に出場10ゴール8アシストを記録した。FA カップ決勝ハルシティ戦では延長後半に 値千金の決勝ゴールを挙げ、チームの10年振りとなるタイトル獲得に貢献した。2014年8月10日、自身初出場となるマンチェスターシティ FC との FA コミュニティシールドでは、チームの2点目となるゴールを決めてタイトル獲得に貢献した。2014から15シーズンでは、リーグ戦で29試合に出場、6ゴール6アシストを記録した。 2015から16シーズンでは、リーグ戦で31試合に、出場、5ゴール4アシストを記録した。2016から17シーズンでは、ミケル・アルテタの対談に伴い、背番号を8番に変更する。23試合に出場し、最終節のエバートン戦で、先発出場、ゴールを決めた。2017年の FA カップ決勝では、 自身2度目の決勝点となるゴールをチェルシー相手に決め、チームに優勝をもたらした。2017から18シーズン、2月3日のエバートン戦で6分、19分、74分に得点を決め、初のハットトリックを達成した。同シーズン、公式戦32試合11ゴール12アシストを記録して、ファン投票で決定するシーズン最優秀選手に選出された。 また、同様に、ファン投票で決定する、シーズンベストゴールに4月5日、UEFA ヨーロッパリーグ準々決勝のファースト、レグ、チスカモスクワ戦でのゴールに背を向けながら、右足アウトサイドのジャンピングボレーで決めた、ループシュートが選出された。2019年2月11日、2018から19、シーズン終了後の7月1日に、ユベントス FC に加入することが発表された。 契約は4年間。9月21日、セリエ A 第4節のエラスベローナ戦で移籍後初ゴールを決め、3月8日、第26節、優勝を争うインテルとの対戦では、決勝ゴールを決めるなど、チームは優勝したが、出場機会は限定されレギュラー獲得までには、至らなかった。世代別代表でキャリアを重ね、2008年10月29日の親善試合、 デンマーク戦で A 代表デビュー。2009年10月14日の W 杯予選、リヒテンシュタイン戦ではフリーキックを直接決め代表初ゴールを記録した。2011年3月のイングランド戦を前に監督のガリー・スピードにより20歳にして首相に任命された。UEFA ユーロ2016ではグループステージ第3節のロシア戦で得点を挙げて、 ウェールズ代表の初出場でのグループステージ突破に貢献し、チームはベスト4まで進出した。準決勝のポルトガルでは累積警告により、出場できず、チームも敗れた。なお大会中は、アザールと並ぶ最多の4アシストを記録した。2020ユーロ予選、本戦出場をかけた、最終節直接対決のハンガリー戦では、2ゴールを決め、ハンガリーに逆転での、 本大会出場に導いた。2021年 UEFA ユーロ2020グループリーグ第2戦トルコ戦では先制ゴールを決めて大会初勝利に貢献した。ありがとうございます。